しつこいでしょ、皆さん。第4作目ですよ。この、アホゲーの脱出ゲーム、第4作目が来ました。今回は、グリーン感を脱出ってことですが、グリーンってなんだろうなと思うことだと思いますが、ここ、お題グリーンである通りね、多分グリーンをさ、もう無理やりここにぶち込んだ結果がこれだと思われるんで、あまり考えないと思います。考えないでください。ウェス。いつになったらこの二人、この流れから脱出することができるんだろうか。この、毎度毎度、これ、ここは一体から始まる、この流れから脱出できるんだろうか。あといきなりすごい偉いものが出てきましたね、目の前に。この部屋の中はって、もうテンプレだろうって突っ込む前にさ、気になるものが出てきたし、今回は冒頭からエブフライ出てくるんだね。このゲームも定番ですよ。よっしゃ。なんだ、この筋肉だらけの男は。ここはグリーン。人の心から愚かさを話すため、私は試練を与えるもの。まずその見た目が愚かだけど。試練だと。俺たちを愚か者だと馬鹿にするのか、こいつ。少なくとも隣の女の子は愚か者だけどね。頭なんか。っていうか、このパンツで筋肉な人、多分動けないよね。でも近づいたら何されるか分からないから、あんまり触らないようにしようか。とりあえず放置なんや、今は。とりあえずエビフライや。はふん、あのエビの尻尾が生えたものがめっちゃ欲しいのに。いや、前回のパートエビフライって言おったやん。まだ名前を忘れたような感じになってる。あの筋肉が近くにいるから、あのエビの尻尾が生えたものを取りに行くのは怖いな。エビフライって呼んでくれない。どうぞエビフライが呼んでくれないようになってきてしまっている。何されるか分かんないもんね。くそ、あいつは多分動けないんだろうが、近づけないのが歯がゆいな。なんか棒みたいなのが欲しいね。手繰り寄せると、おお、なんかすごいのできた。いや、おお、今回のでかいものアイテムはこれなんだよな。前回はドライバーとかそういう系のガツがあったね。うわーふぬーん。このなんだかでっかいものは地面に深く支えすぎてて抜けそうにないぞ。てか、この体勢って本当に意味はあるのか。力持ち。めっちゃ力持ち。二人の力を合わせた方が抜きやすいでしょ。そうなのかな。合わせ方が間違っとる。次行ってみよう。わあ、またでかいものができた。はあ、磁石か。磁石。なんだろう。この変な形したものを。わあ、すっごいくっつくよ。アホコちゃんの髪の毛、鉄でできてるの。くっつくっていうか、引っ張られる。アホコちゃん、鉄分取りすぎなんじゃないの。過剰摂取しているんじゃないの。すごいな。これは何かに使えるかもしれない。ただし、もらっておこうか。っていうか、早く取ってくれる？なんか、すごい引っ張られて、髪の毛が全部抜けちゃいそう。そうか。わかったぞ。こう引っ張る力を使えば。ねえ、これ本当早く取ってもらった方がいいかも。おでこあたりがプチプチ言い始めた。やばいやばいやばい。アホちゃんのさ、チャームポイントのアホ毛が取れていく。まあ、アホ毛が取れたからって、アホっ子って呼ばれないかって言ったらそんなことないんだもんな。アホだもの。このままだと、グロイエを披露することになるよ。皮膚ごと行くんじゃ、皮膚ごと。取れたんや。よかったよかった。あ、なんか女の子が助けてくださいって、あのマッチョな女の子のお母さんみたいな人かな。違うな、女の子だなこれ。なんこれ。どんぶり山どぶこちゃん。毒ネームにも程があるわお前。女の子がいるよ。どうしてこんなところに小さな女の子が。うらっ、こった、毒はめ、でてじゃ、腹減ったじゃ、もう、貧者株も出てるで立てねえじゃ。え、今、この子なんて言ったの。いや、俺もちょっとわかりにくいな。なんか腹減ったし、出てし、みたいなことを言おったような気がするけどさ、方言きついの。この方言でこの名前やけんさ、いじられて当然としても、当然って言えば当然かもしれないな。いじめは良くないけど。緑森さん借りてんじゃん。絵のおがちが、俺のことをはぐ、半角千枚ねって、あんちゃさいて、小座でへこられて、
あっちゃ俺はパン置いて餌買ってまったあーなんか親に置いてかれた感じのことを言ってるけどさ、もう読みにくいんだよ、やめて。言葉がほとんど聞き取れないぞ。とにかくすごい泣いてるからなんとか慰められないかしら。この子に俺たちの言葉は通じるのかな怪しい。オラは田舎のわらせだと思ってバカさしてらべ多分あれやな、私のことを田舎の人間だと思ってバカにしてるだろうって言ってるんだろ。これどうしたら泣き止んでくれるのかしら。窓、早くお外に帰りたいね。日が差し込んできてるな、眩しい。あー、こう見たらこの二人ともさ、イケメンやし可愛いしなんやけどな、やってることだな。お外の空気が吸いたいよ。全身で日の光を浴びたいな。あー、どうすればいい。あ、そうだそうそうそう、磁石手に入れたけまさかとは思うけどさ、エビフライを引き寄せる。おお、すごい、エビの尻尾が生えた何かが引き寄せられている。まさかこのエビフライも磁石、鉄が混じっとんや。鉄混じっとんや。やった、これであの筋肉に近づかなくてもエビの尻尾が生えたものが手に入るぞ。このマッチョ男もさ、おい待って、エビフライ待ってみたいな感じになってる。どうした、このエビフライになんか愛着があったのか。お前のエビフライか。エビだわ、エビが手に入るわ。よし、エビの尻尾が生えた何かを使って何度かこの部屋から脱出するぞ。あの筋肉の人をざまあ見るだわ。私たちは愚かだから出ないわよ。とこで愚かって何。あ、それがまず愚かだよ。残念でしたね。やっぱその使い方か。やっぱその使い方か。ふぬぶー、ここでのご議論は私を負けんぞ。私は試練を与えるものを。くっ、資格を奪ったぐらいではへこたえないのか。このパンツで筋肉な人なかなかやるのね。この程度で私を倒せると思ってるか。本当に消せもらう愚かだ。その根性を叩き直してくれる。ははははは、さらに突っ込んだ。うぬぅ、なに、嗅覚まで奪ったというのにこの男はまだ倒れないというのか。倒れるはせんだろうな、普通は。バカめ、私の足元を見るかい。私は決して倒れることはない。不屈の精神の表れなのだ。物理的だろこれ、物理的に倒れることができないの状態だろお前。精神だから言ってんじゃないわお前。不屈な精神って何。不屈の精神だよ。大げもの無理が絶対に貴様らのその根性を楽しく戦おしごし。もうカオスカオスカオカオス。とうとう口の穴にまでぶっ込んできた。ブラブラ、なんということだ。味覚と呼吸まで奪ったやったというのにこの男はまだ姿勢を変えないぞ。なんという精神力なの。エビの尻尾が生えた何かが尽きるのが先か、高得が頼るのが先か、勝負ね。あと耳しかないぞ、突っ込むとしたら。あるあるボロ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 って、だから私の足元を見ろって。ローラルでダッダ。まだエビの尻尾が生えたら何かはあるか。まだちょっとだけあるわ。俺もね、いけ、耳に突っ込め。うわ、来た、ボブシー。耳に入れる意味はあるの。とりあえず視覚と嗅覚と味覚を奪ったから聴覚も奪ってみようかなと思って。エビフライ式ヘレンケラーや。ラウラド、なんて言ったのだよ。あと奪えるものといったら、触覚かな。よくわからないけど、もう子供にも見せられるような場所で入れられるところってないよね。子供が見てなかったらお尻の穴とかにも入れそうやな、この女の子。この展開になったら。乗っけてきた。なるほど。これを抱えていけないいけないというプレッシャーをぶち込んできたのか。だってこれ手動かしたらさ、上のエビフライ落ちるもんね、動けないよね。おボン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 、もうよくわからないよね。乗せたり挟めたりしてみました。乗せたりしてみましたが、微妙にプルプルしてるね。音出さないようにしてるのかな。こ
これって触覚を奪ったことにはなるのかな。なってるね。なんだかんだでなってるね。ぼうじぼう。エビの尻尾が生えた何かってまだ残ってるか。もうこれで全部使っちゃってるわ。こういうとこが倒れるより先に尽きちゃった。くそ、今回は乾杯だな。ぼうじぼうじ。もう乾杯で済ますんじゃ。負けたからと言って何の失ったものもないや。失ったものといえばエビフライぐらいだったわ。何だったんや、こういうあたり必要あったのか。ハサミではない。この女の子から処理するか。わあ、エビフライまだ残っとんじゃ。わーい。ドブ子エビフライ大好き。そうかそうか、腹減っとったって言ったもんな。よかった、泣き止んでくれたよ。うひ、かわいい。犯罪者みたいなことを言っている。おいしい、ドブ子幸せ。あれ、こう女の子が喋ってる言葉が聞き取れるぞ。ほんとだ、そういえばなんて言ってるかわかる。突然標準語になってきた。なぜ、食べてるときは標準語なのだ。お兄ちゃんたちありがとう。エビフライのお礼にいいことを教えてあげるね。なんだ、もしかしてバストサイズを教えてくれるのか。そんなに胸大きくないから別にどうでもいいんだけどな。エビフライの尻尾近くを持って強く念じてみて。この部屋の中ではそれでエビフライの大きさや強度を自由に変えることができるんだよ。エビフライの概念が何なのかよくわからんようになってきたね。え、そうだったの。なるほど、このエビの尻尾が生えた何かの使い道が増えたな。よし、いろいろ試してみようよ。ところで強度って何？強度が何かわからないままいろいろ試してみようと思ってたのか君は。もうアホちゃんの頭の中によって逆に何の言葉があるのか気になるね。多分エロいって言葉でさ8割方占めてるんだろうね。エビフライか。え、どこで使えばいいんじゃ。なんかつまんで力を入れたりとか言おったけど、あお、どうしてこういうことが。エビの尻尾のあたりを握ったら大きくなった。しかし一体そこからどうするつもりなんだ。とりゃー。もうアホちゃん脳筋ってやつだな。なんでその体にムチプチした体にそんな筋肉があるんだろう。なるほど、そういうことか。あの女の子が言った通り、このエビの尻尾が生えた何かが強くなったわ。よーし、また部屋を脱出するための道具が一つ増えたぞ。ハサミこれ何に使うんだ。この男に対してハサミで突っかかるのが、くらえ、クックック、愚か者がなだと。めっちゃダメだね。この男の子めっちゃダメだね。あとブリーチだねこれ。考えが甘いのだ貴様は。なんという力だ。このハサミで私が真っ二つになるとでも思ったか。そんなことによってトレーナーに黒い絵を描かなくてもいけなくなるだろうか。そっちかよ。そういう 作者的な都合でこういうグロシーンを使わ切れないように設定しているのかお前。くっ、確かにそういうのを描くのは大変そうだ。すいません。謝ってる、作者に対して謝ってる。じゃあどうすればいいの。これを切るためのものじゃない。女の子を切るちゃうよね。そんなグロいことしないよね。おんだ、ドアー、おっとっと、あ、いやー、とうとうハゲになっちゃった。磁石でもハゲにならなかった。というか、とどめを刺したというべきか。マネキンみたいな頭になっちゃった。すまん。このでっかいのが重くて。危ないよ、もう少しで気がするとこだったよ。おアホ子、頭が。気をつけてね。私だって気がすることだってあんたよ。いや、本当に気がなくてよかった。それ、気がないじゃなくてさ、気がないだね。シャレだね、お前。面白くないね。いや、そんな、古代のダジャレのような。え、どうしたの？ダジャレって何？アホ毛は生えてきた。あと、もみあげ生えてきた。アホ毛ともみあげはちゃんとついとる感じなんだよ。あんな、稲妻イレブンでこんな企画で出てきたな。見たことあるな、これ。ちゃんとここも表現されたんだよ、この。日差しが強いって、アホコちゃんの頭からも光がテランって、
浴びそうな気がするまだ泣いてる。早くおらば餌へでけそれからなんごぼう3クリックして、最後ちょっと最後でちょっと標準語入ったね。ミミすねから埋まってらおどこのどこさ行って、半角背おなごば3クリックして、そのあとジャンバー生えた男はジャンボ生えた男は2回クリック3クリックと2クリック、まだおなごは5クリックすればちっちゃいあげる必殺が出るんけで、なんとかなんでかいのん。最初からやり直して分かる言葉でヒントを手に入れた方がいいかもしれない。もう一回あれやな、エビフライ食わせろってこと、エビフライ食わせろってこと、エビフライはエビフライはエビフライ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 はエビフライないの、エビフライもうないの、クソ。すねから待ってら男のどこだいって、半角せ半角せおなごば男の言って、半角性おなごば三クリック、おなごばって女の子ってことで、あおこちゃんのことこれ。ハマドジャンバジャンボ生えた男ば二回、おっちの男の方、おなごば五クリックすればちっちゃいあがしこでも、ちっちゃい私でも必殺は出るんかってこと。つまりどういうこと？ここに来て女の子3回クリック、男2回5あ来たー来たー来たー必殺の出し方が分かったわなんだかわやまぶしくらえシャイニングリフレクトハゲメガネションなにこれ超眩しい、すごい、これは日の光のエネルギーを頭で反射しているだけではないぞ。エビフライを食べた時の油分でギトギトになったメガネにも反射させ、さらにエネルギーが増幅されている。いや前からそう思ったんだけどさ、エビフライの油分でそんな力増幅するようなもんないからな。二度の反射で増幅された光エネルギーを虫メガネ的効果で収束させ、パンツで筋肉な人に向けてるんだ。メガネに指紋つきまくってる時もめっちゃ光りますよね。だからなんだというのだ。うわーすごい眩しい、これいつまで眩しいの。覚悟しなさい、身が沈むのが先か穴が倒れるのか先が勝負よ。ギューメガー、あーすいません、自分で倒せることができるので誰か倒してください。なんか言ってるの、私窓側向いてるからそっちからの声よく聞こえないの。もう一回大きい声で、キャーすいません、誰が私を横に倒してください、お願いします、キャー倒れました、ゴールです。あ、こいつはまさか来たー。あ、いっぱい髪の毛散らかってる、誰がやったの、もう久しぶり。